ゴリー沖縄ー、先週はすいませんでした。初代シーサーをね見に行こうと思ったんですけど、巨大シーサー、巨大シーサーもう見た巨大シーサーを見に来る予定だったんですけど、あまりにも残波岬のビーチが綺麗すぎたのでシーサー行くのを忘れてしまいました。で今回せっかくですから巨大シーサーをみんなに見てもらおうかなって思ったんですけど、ここは残波岬、これは残波岬です。あ、でも結構人いる、行こっか、行きましょうか。でせっかくだったら残波岬、皆さん多分沖縄一、いや日本一、いや世界一の巨大シーサーです。ご覧ください。でかくない？でも子供ちっちゃ。でか。ちょうど子供がいるから余計でかさが際立つ。すごいなこれ。守るでしょこれ。何もかも。守る。顔まで見えない。ゴリさんめちゃくちゃちっちゃいです。だって巨大シーサーだもん。やばいっしょ、これ以上に守るシーサーいないと思う。全部もう空き巣とか病気とか全部守る。かわいい子供たち、シーサーの下で遊んでる。横から見た方がより分かりやすいかめっちゃ大きいっしょ。やっとシーサー紹介できました。やっと久しぶりに来た。ああいうサッカーコートみたいなのもできちゃったんだね。もともとはね、このシーサーだけがポツンってあったのよ、昔は。だ自分の、あれこの場所だったっけなって一瞬迷ったもん。ああいうコートとかなかったから変わったんだけど。じゃあちょっと歩きましょう。残波岬行く？はい。植物が全然違うもん。あだ、ね、ああ、やっぱ人いるね。あ、なんかめっちゃ良くない？これ、かわいい。このバス、なんか食べよう。食べます。雰囲気良くない？近所パーラーだって。この車多分動かしないだろうな。美味しそうだね。なんか食べる？ベニーモソフトクリームもあるじゃん。ありがとうございます。こっち撮影してもいいもんですか、この雰囲気とかバスとか。ああ、どうぞどうぞ。 ありがとうございます。ギガレッジセイグのゴリさん、こんにちは。はい、こんにちは。ゴリよく見てました。ありがとうございます。めっちゃ雰囲気ですねここ。あ、そうですか、はい、もう長いですかここ。50年になりますね。え、嘘、ここやって。じゃあこの車も50歳。いやいやいや、車自体はまだ3歳。4年越しに切り替え切り替えで。ああ、そっかそっか、うん、てかもうキッチンとかレベルが本格的ですね。後ろにエスモところもありますよ。あ、寝れるように。そうそうそう。わあすごい。家だ、めっちゃいい。これ雰囲気東大より先にあったんだってこと。50年だとこの場所。すごい、すごい。ありがとうございます。はい、めっちゃうまい。めっちゃうまいんだけどマンゴー。うん、やっぱマンゴーって美味しいね。あの東大の方が後輩なんだね、今のパーラーよりも。近所パーラー、なんかああいう岩場とかもう歩いてる人でさえもうなんか絵にならない。上登れるっぽいっすね。本当だ、登る。死んだ。階段はちょっとあるっす。絶対階段でしょこれ。いい景色ですね。階段だね。うん、やめよう。あのマヒマヒでしたっけ、あのちょっと顔がブサイクで、ブサイクなんだけど横の中にでっかい魚がいるし、今日釣りました。え、見せてもらっていいですか。刺身にしちゃった。早い、ちょっと食べちゃった。刺身になりました。31メートルだって。結
構階段これきついんじゃない。東大登ろうって言ったら間違いだった。でも日本、あの沖縄で一番高い東大だったよ。あ、そうなんですか。そんなこと言われたら登りたくない。リゾート街でしょ。ホテルがいっぱいある。そう、なんかね、読谷村ってこういう岩場のイメージがあるから、この前の三波岬ビーチの砂浜はびっくりしました。巨大シーサー上から見る、ね、いた、巨大シーサーさんいました、向こうに。この距離で見るとちっちゃいの。登るの結構きつかったけど、やっぱりそれなりの価値のある絶景が待ってますね。すごいもん、この海と波とこの下の岩場と緑、このコラボ綺麗じゃない。すごい。ああ、疲れた。でもね、皆さん、もし読谷村に来たらですね、こちらの灯台に登って360度の絶景を楽しみ、あちらの巨大シーサーに会ってご利益をたくさんいただいてください。ただ階段登ると乳酸たまります。安心や。はい、最後